ジャパン日本のすごいニュースへようこそ。今回はマツダのロータリーエンジンについてお話ししていきたいと思います。皆さん、ついに来ました。マツダのロータリーエンジンが復活しました。ロータリーエンジンとは、マツダが武器としていた伝説のエンジンなんですが、これが復活したことは、自動車好きにとっては非常に嬉しいニュースですね。しかも、これによりマツダは水素エンジンの開発にも動いていくのではないか、そんな期待の声も上がるようなものなんです。ロータリーエンジンについては、後ほど詳しくお話ししていきますね。2023年1月13日にベルギーのブリュッセルモーターショーにおいてロータリーエンジンを発電機としたプラグインハイブリッド車、いわゆる PHEV をマツダが発表したんです。プラグインハイブリッド車とは簡単に言いますと、外から充電することもできるハイブリッド車のことでして、電気自動車の一種です。今回マツダが発表した自動車は MX-30 e-SkyActiv R-EV というもので、マツダが2020年に発売した量産モデルの EV である MX-30 をベースにしたものですね。今回ロータリーエンジンがこのような形で復活したというのは非常に驚きのニュースですので、ぜひ最後まで見てみてください。このチャンネルでは世界に誇れる日本のすごいお話などをお届けしています。日本が大好きな方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。まずはロータリーエンジンについてご存じないという方も多いと思いますので、そこからご説明していきたいと思います。一般的なエンジンはレシプロエンジンといって、密閉空間で燃料を爆発させて生じた力でピストンを往復させるんです。この往復の直線運動を回転運動に変えて動力を作り出しているということです。しかしロータリーエンジンは回転運動をそのまま動力としています。直線から回転に変換するという工程がなく、非常にシンプルな構造です。その回転についてですが、ロータリーエンジンは三角形のおむすび型をしたローターを回転させるわけです。ロータリーエンジンは日本ではマツダが開発を進めてきており、多数の特許を取得するほどだったんですね。ロータリーエンジンといえばマツダ、マツダといえばロータリーエンジン、そういった存在感を持つものだったんです。しかしロータリーエンジンにも弱点があり、理論上は低燃費なものだったんですが、おむすびの部分の常にどこかで圧縮や燃焼が起きていて、燃費がいいとは言い難い上にエンジンオイルの消費が激しいといったデメリットが存在しており、さらに排気音も大きいものとなるため、レシプロエンジンの方が普及していきました。その結果、2012年に生産されたマツダの RX8 以降、ロータリーエンジンを搭載したモデルは市場から消えることとなってしまいました。しかし軽量かつコンパクトであることや、低振動かつ低騒音であること、アクセルレスポンスの良さなどメリットも多くありました。さらにロータリーエンジンは燃料の雑食性が高く、レシプロエンジンでは扱いにくいとされる水素を燃料にしても容易に回せるんです。そのためマツダは2004年頃には水素ロータリーエンジンの開発に動くなどしており、ロータリーエンジンが市場から消えてからもその復活に大きな期待が高まっていました。そしてこの度マツダは PHEV にロータリーエンジンを搭載する形をとりました。ロータリーエンジンに大きな改良を加え、効率と信頼性を向上させてきたということです。今回のロータリーエンジンはポート噴射ではなく直噴方式を採用しているそうで、それにより経済性を 25% 向上させており、 CO2 排出量を一気に抑えることに成功しました。さらにロータリーエンジンはもともと窒素酸化物の排出量も少ないとされていますので、環境に配慮したエンジンということですね。さらにアルミニウム製サイドハウジングの採用でおよそ15キロの軽量化を実現させました。しかも圧縮比を 11.9 に高めたほか、ローターの各頂点に設置されるアペックスシールの厚みを変更し、これに新しいコーティングを施すことで信頼性を向上させたということです。アペックスシールとはおにぎり型のローターの先端についているもので、レシプロエンジンでいうところのピストンリングですが、耐久性に欠け減るとガス抜けが起こってしまうんですね。この点を改良したということです。この度発表した MX-30 e-SkyActiv R-EV のバッテリー容量は 17.8kWh であり、電気自動車としてバッテリー走行できる距離は WLTP モードで 85km ということです。このバッテリーに加えて容積50リットルの燃料タンクを積んでいますので、ロータリーエンジンを用いた発電によってトータルでの航続可能距離は 600km を超えます。そのため日用使いの用途だけでなく長距離運転にも対応できるので、大変魅力的なものに仕上がっていると言えますね。ちなみにマツダは2018年にロータリーエンジンを使ったマルチ電動化技術を発表しています。発表当時はロータリーエンジンを EV のレンジエクステンダーに使うとしていました。レンジエクステンダーとは航続距離延長装置のことです。 PHEV がエンジン走行と EV 走行を行うのに対し、レンジエクステンダー EV ではエンジンはあくまで EV 走行のための電気を作り出すためのもので、発電のみの用途として使われています。 MX-30 e-SkyActiv R-EV は MX-30 の基本的な価値をそのままにしながらバッテリー EV としての使い方を拡張したものです。魅力としては EV モード、ノーマルモード、チャージモードの3つの走行モードを備え、ユーザーの用途に合わせた価値を生み出して最適なカーライフをサポートしてくれるわけですね。さらに MX-30 e-SkyActiv R-EV には特別仕様車エディション R を設定しており、黒基調の外観色及び内装色としながら、ルーフサイドにはマツダ初の乗用車である R360 クーペのルーフ色を復刻したマローンルージュメタリックを差し色として採用したほか、フロアマットやシートのヘッドレストにローターの形状を模したバッジやエンボス加工などの専用デザインが施されます。ちなみにマツダは2030年時点で生産する車の全てに電動化技術を搭載し、カーボンニュートラルを目指すとしていまして、今回の動きは電動化の加速を予感させるものです。北米マツダでは EV の MX-30 の2023年モデルも1月10日に発表していますし、立て続けに興味深いニュースが舞い込んできていますね。さらにマツダのカーボンニュートラルとして期待したいのが、先ほども触れた水素エンジンです。トヨタが水素エンジン自動車の開発にレシプロエンジンで動いているわけですが、これに触発されてマツダも水素ロータリーエンジンによるレンジエクステンダーを開発する可能性があるのではないかと期待する声が多いんです。そうなれば水素社会化が進むグローバル社会にとって驚愕のニュースとなることでしょう。私もマツダには期待したいところですね。ではご視聴ありがとうございました。この動画の感想や扱ってほしいテーマがあればコメント欄までお願いします。ここまで見ていただけた方は最後まで見たよってわかるようにチャンネル登録、高評価をいただけると私泣いて喜びます。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。